こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。初心者向け、年利4.8%の外貨建て MMF ってあり、メリットデメリットを解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。皆さん、外貨建て MMF っていう金融商品はご存知でしょうか ?MMF は次の頭文字を取った言葉ですね。マネーの M、マーケットの M、ファンドの F、マネーマーケットファンド、略して MMF です。最近、ドル建て m、MM、MF の利回りがいい感じになっています。 SBI 証券とか楽天証券で買えるものを見るとこんな感じです。ざっくり4.8%前後っていう感じでしょうか。で、こういう状況なので質問が増えてきました。学長、外科だて MMF ってどうなんですかというわけで今日の動画では外科だて MMF って何外科だて MMF のメリットデメリット、外科だて MMF の使いどころ、この3点について解説します。MMF だなんて難しそうな言葉を聞くとそれだけで嫌になりますよね。でも大丈夫です。 初心者向けにできるだけわかりやすく簡単に説明します。今日の動画の内容も絶対に知って損のないお金の知識です。ぜひ最後まで聞いていってください。それでは本題に入ります。外貨立て MMF って何まずここからですね。パーツを2つに分解して解説します。外貨建てと MMF。この2つですね。まず外貨建てっていう点について。このファンドは米ドルやユーロ、南アフリカランド、トルコリラなどの外国通貨、つまり外貨で運用されています。 我らがジャパニーズ園で運用されているわけじゃないよってことです。次に MMF について。冒頭で触れたように MMF っていうのは次の頭文字を取った言葉です。マネーの M、マーケットの M、ファンドの F。この MMF ですね。注目ポイントは F。つまりファンドっていう文字ですね。ファンドというのはお弁当パックみたいなものです。お弁当パックにはご飯やハンバーグ、卵焼きや煮物みたいな感じでいろんな食べ物が詰まってますよね。 同じようにファンドには株式や債券、不動産みたいな感じでいろいろなものが詰まっています。MMF はファンドなのでいろいろな投資商品が詰め込まれています。ポイントは詰め込まれているものの質です。お弁当も同じですよね。何々弁当っていう名前が大事なのじゃなくて中に何が入っているかっていうのが大事ですよね。MMF の中身は預金や格付けの高い国債、格付けの高い社債みたいな感じでガチガチに安全性の高いものばかりです。 お弁当で例えると、サラダ、サラダ、サラダ、みたいな感じで、健康にいいものだけがぎっしり詰まっているイメージです。お肉とか天ぷらみたいに、がっつり腹に溜まった、めっちゃ元気出たし美味しかった、っていうようなパワーはないんですけど、これで胃もたれや胸焼けを起こす可能性はほとんどないっていった感じですね。MMF は株式や不動産のようなリスクの高い商品を組み込んでおらず、もともとリスクが低いって言われる債券の中でも、さらにリスクの低い債券のみを組み込んでいます。 つまり、MMF はこういうことを目的としたファンドです。可能な限り、投資元本を維持しながら、高い流動性を保ちつつ、安定した収益を追求する。もう少し丁寧に言うと、元本保証ではないんですけど、元本割れのリスクは著しく低く、いつでも打ったり買ったりできるようにしつつ、確実に利息を取る。そういうファンドですね。なんだか使い道がありそうな気がしませんか外貨建ての投資商品にはいろんなものがあるんですけど、リスクの小さい順に、預金、それから近いぐらい安全なのが m、MM、MF。 そして債券、不動産、株式っていう感じですね。以上が外科建て m、MM、m f の概要です。次のパートでもう少し具体的にメリットデメリットを見ていきましょう。次、外科建て m、MM、m f のメリットデメリット。まずはメリットを7つ紹介します。現状利回りが高い。福利効果が期待できる。安全性が高い。少額から投資できる。売買手数料がかからない。税金が有利。流動性が高い。この7つですね。順番に見ていきましょう。外科建て m、MM、m f のメリット1つ目。現状利回りが高い。 動画作成時点において、ドル建て MMF の利回りは約4.8%程度です。円預金や外貨預金の金利と比較してみると、三菱 UFJ 銀行などのメガバンクで0.001%、楽天銀行などのネットバンクで0.1%、ソニー銀行のドル定期預金は3.5%から5%っていう感じです。ドル建て MMF はまさに小利回りの部類です。ただし、型や預金で、型やドル建てのファンドなので、リスクの性質は違います。単純比較はできないのでご注意を。 さて、ドル建て MMF の小利回りは一体何によって決まっているのかそれはこちらの表をご覧ください。これは、米国債の利回りの一覧です。見てほしいのは、米国債3ヶ月5.47%、米国債6ヶ月5.52%のあたりですね。ドル建ての MMF は、こういった短期金利に概ね連動します。短期金利が上がれば、ドル建て MMF の利回りも上がる。短期金利が下がれば、ドル建て MMF の利回りも下がる。タイムリーにこういう動きをするわけです。 また、口述しますが、外貨ダて m、MM、MF では0.7%程度の運用コストがかかります。短期国債の利回り5.5%から運用コストの0.7%程度を引くと、先ほど見た4.8%程度の利回りになりますね。メリット二つ目、福利効果が期待できる。外貨ダて m、MM、MF を購入すると利息がもらえます。利息は基本的に、キャッシュとして直接もらえるのではなく、毎月の月末に利息相当額が再投資されるってことになっています。 福利の効果で雪だるま式に投資元本が増えていく仕組みですね。MMF を売却、解約するときに今までに発生した利息と元本がまとめて返ってきます。メリット3つ目、安全性が高い。外貨建て MMF は元本保証の商品ではありません。しかし、元本割れを起こさないように超お堅い運用をしています。利息も元本も耳を揃えて返してもらえる可能性が非常に高い。そういった格付けの高い債権だけに投資しているんですね。こちらのグラフをご覧ください。 青い線が SBI 証券で売られているドル建て MMF の一口当たりの基準価格です。個別株で言う株価みたいなもんですね。2013年4月から2023年3月までずーっと0.01ドルになっています。これはドル建ての基準価格がほとんど動いていないってことです。株のような値動きの激しい資産とは全然違いますね。メリット4つ目、小額から投資できる。 ドル建て MMF はかなりの小額から購入することができます。例えば楽天証券では10ドル約1480円から購入可能で0.01ドル1.48円刻みで追加購入できます。0.01ドル単位というと駄菓子屋のお菓子よりも買いやすいですね。じゃあ他の似たような商品と比べるとどうなのっていう質問に答えておくとソニー銀行の外貨定期預金は10万円から短期米国債に投資している債券ファンド SHV は約110ドルからっていう感じです。 どちらも小額から投資可能ですが、外貨ダて m、MM、m F の方がさらに小額ですね。メリット5つ目、売買手数料がかからない。外貨ダて m、MM、m F を購入する際に手数料はかかりません。銀行の窓口で投資信託を買ったり、証券会社の窓口で投資信託を買ったり、こういう時には購入額の数の手数料を取られたりすることがありますが、外貨ダて m、MM、m F ではそんなことはありません。売買手数料なしで安心して買うことができます。メリット6つ目、税金が有利。 米国の株式やファンドに投資すると、配当金や分配金といったインカムゲインを得られることがあります。これを受け取るときには、基本的に次の3つの税金がかかります。外国税10%、所得税15.315% 15、住民税5%。この3つですね。一方、外貨だて MMF から得られる分配金には、外国税の10%がかかりません。また、外貨預金と比べた場合も税金が有利です。外貨だて MMF の売買で生じた利益、損失は、譲渡所得になります。 こういうケースを想像してください。外貨だ低迷免符で1万円の利益が出た。一方、株式投資では1万円の損失が出た。トータルでプラマイゼロですよね。そして、譲渡所得は損益通算が可能なので、こうやって損益を相殺してしまえば、外貨だ低迷免符の利益については税金を払わなくてよくなるわけです。損益通算っていうのは、あっちの損失とこっちの利益を合算できるっていうそういう制度ですね。一方で、外貨預金を円に変えることで発生した利益は雑所得になります。 雑所得は同じ雑所得の範囲内でしか損益通算ができません。外貨預金で利益が出ていたら株式投資で損を出していても損益を相殺することができないんですね。外貨預金で生まれた利益についてはきっちり税金を納める必要があります。しかも自分で確定申告をする必要があります。なので外貨建て命名 m f の方が損益通算できるし特定口座厳選徴収ありを使えば確定申告不要で取引できるし利便性が高いですね。メリット7つ目、流動性が高い。 外貨だて MMF はいつでも売買が可能です。購入した外貨だて MMF は満期がありません。そして買い付け日の翌営業日からすぐに売却の指示も出せます。解約、売却についてペナルティーも一切ありません。一方で外貨預金は原則満期まで解約ができません。そして中途換金の場合はペナルティー、解約手数料が必要な場合もあります。身軽なのは外貨だて MMF ですね。さて、一通りメリットを見終えたところで次にデメリットを3つ紹介します。 両方見ないとバランスが悪いですからね。結論、外貨ダテ名メイのデメリットはこの3つですね。為替手数料がかかる。信託報酬がかかる。元本保証ではない。この3つ、順番に見ていきましょう。外貨ダテ名メイのデメリット1つ目、為替、うん、手数料がかかる。先ほど、外貨ダテ名メイの購入には売買手数料がかからないと言いました。でも、為替手数料はかかります。為替手数料というのは、円をドルに変えたり、ドルを円に変えたりするときの通貨の交換手数料のことです。 メガバンクの為替手数料は窓口の場合1ベイドル当たり1円。これかなり大きいですよ。そしてインターネットバンキングの場合は1ベイドル当たり25銭ぐらいです。一方で外貨ダて m、MM、m F の為替手数料は主要ネット証券で1ベイドル当たり25銭。最安クラスのやり方だと1ベイドル当たり6銭ぐらいになります。ちなみに最安クラスのやり方というのは住シン SBI ネット銀行で円をドルに変えてそれを SBI 証券に入金。そのドルを使って外貨ダて m、MM、m F を購入するのがコスト最安水準です。 まあ、ざっくり1000ドル、外貨ダてー、MM、MF を買うのに、60円から250円ぐらいの手数料がかかるから認識しておいてねっていう感じですね。ちなみに、中上級者向けにはなりますが、FX 講座を利用してさらに手数料を安くする方法もあります。デメリット二つ目、信託報酬がかかる。外貨ダてー、MM、MF はファンドです。ファンドというのは投資家が出したお金をプロが運用する、そういう仕組みですね。 プロに任せることで手間暇をかけずにお手軽に投資ができる一方で人件費などの運用コストを負担する必要があります。それが信託報酬です。ドル建て命名ーの信託報酬は現状はざっくり0.7%から1%程度。先ほども説明した通り外貨建て命名ーの実質的な利回りは米国の短期金利5.5%程度を目安に信託報酬の0.7%程度を控除する。ざっくりこうやって計算されています。税金が有利、安全性が高い、流動性が高い。 こういったメリットを総合的に判断した上で、実質的な利回りが4.8%程度あるならまあいいか、そう思えるなら、この信託報酬は許せる水準ってことになります。デメリット3つ目、元本保証ではない。外貨建 MMF は元本保証の商品ではありません。元本の安全性が高いってことと、元本が保証されてるってこと、これは似ているようで全然違いますからね。安全性はめちゃくちゃ高いんだけど、元本が保証されているわけではないんですね。 外貨だて MMF には次のようなリスクがあります。まずは金利リスク。金利の上下によって元本価格や受け取れる利息が影響を受けます。それから信用リスク。債券の発行者が利息を払えなくなるリスク。元本の支払い義務に応じられなくなるリスクがあります。要はお金を貸した先の人がお金返せないっていうリスクがあるってことですね。それから為替リスク。円安になれば為替差益が、円高になれば為替差損が出ます。 為替は短期間でプラスマイナス10%動くことも珍しくなく、価格変動はそれなりに大きいです。例えば年4%の利息をもらっても、1年で10%の為替差損が出たら、トータルで6%の損失です。以上を見てきたように、外貨立て MMF は、一切手数料がかからないってわけではないし、信託報酬が激安ってわけではないし、元本が保証されているってわけではありません。とはいえ、MMF は基本的には元本割れの心配はほとんどありません。 このように投資をする際には、くれぐれもメリットとデメリット、両方を見てください。コインの表と裏、両方を見た上で投資するのが投資家の仕事です。いいところにしか目を向けない人は、投資の世界においてはカモネギですからね。次、外貨建て MMF の使いどころを行きましょう。以上を踏まえて、最後に外貨建て MMF の使いどころを解説します。結論としては、余剰資金の一時的な置き場所です。使っていない、遊ばせているドルがあるのなら、MMF にしてしまうのは大いにあり。こうなりますね。 順を追って解説します。まず MMF は短期の取引には向いていません。1日や2日といった短期間でトレードがやりたいのなら FX の方がはるかに向いていますからね。ただしリベダイでは FX のトレードは基本的にお勧めしていません。まあいずれにせよ MMF は1日保有して同行するってものではないですね。また長期投資にも向いていません。 3年、5年、10年といった長期で見ると長く持てば持つほどインフレに負けやすいし単純なリターンを求めるならもっとリターンのいい再建ファンドがあるからですね。10年、20年と使わないお金だったら株を買っておけばええやんっていうのが素直な感想です。そういうわけで使うとしたらせいぜい数ヶ月から1年間のお金の置き所っていった感じでしょうか。一番わかりやすい使用例はドル建ての配当金をもらった時ですね。VYM や HDV、SPYD といった高配当株ファンドから分配金を受け取った。 かといってすぐに円に変えて使いたいわけではないし、そのまま再投資しようかと思ったけど、なんか今は株価が高いから嫌だな。じゃあちょっとドルダて MMF で運用しておこうかなっていう感じですね。受け取った配当金、分配金をドルのまま寝かせておいても利息はつきません。一方、外貨ダて MMF ならばきっちり利息がつきます。ドルのまま置いておこうが、ドルダて MMF にしようが、為替リスクがあることは変わりません。だったら、利息がつく分、ドルダて MMF の方がお得ですよね。もしくは、こういう使い方もあるでしょう。 これからめっちゃ円安になりそう。ひとまず今のうちに円をドルに変えておこう。だけど株や債券を買うのはもう少し様子を見てから、こういう時にも外貨建て MMF は活用できますね。いずれにせよ、分配金なり余剰資金なり遊んでいるお金があって、数ヶ月から1年ぐらいを目安にちょっと利息を稼いでもらおうかな、そういう時に使えるってことです。誘導性や安全性が非常に高いですから、株価の暴落時には買い付け資金にもなります。 厳密には預金ではないんですけど、もうニアリーイコール、ほぼ一緒ってぐらい安全ですからね。ただちょっと前まではドル建て MMF の金利は超低金利でした。だから遊んでいるドルをいちいち MMF に変えるメリットがなかったんですね。ところが今のように金利が上がってくると話は別です。ぜひ有効活用してもらえたらなと思います。ちなみに買い付け画面はここですね。SBI 証券だと、投資のタブから選択できます。一方、楽天証券だと、その他商品のタブから選択できます。 楽天証券も SBI 証券もどちらにしてもいくつか商品がありますが個人的にはドル建ての MMF で表示されている利回りが高いものを選んでおけばいいかなと思います。MMF 自体が基本的には安全なものばかり入ってますからね。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画では次の3点について解説しました。外貨建て MMF って何マネーマーケットファンドのことです。米ドルなどで運用されているものが多いです。 可能な限り投資元本を維持しながら高い流動性を保ちつつ安定した収益を追求する。そんな性格の投資商品です。外貨立て m、MM、m f のメリットデメリット。メリット7000は次の通り。現状利回りが高い。ドル立て m、MM、m f は4.8%程度の実質利回りです。福利効果が期待できる。毎月月末に利息は再投資されます。安全性が高い。元本割れのリスクは著しく低いです。小額から投資できる。10ドル程度から買えます。毎回手数料がかからない。 税金が有利。利息に対して外国税がかかりません。外貨預金とは異なり、損益通算ができるし、確定申告の必要もありません。流動性が高い。満期がなく、買い付け日の営業日翌日からノーペナルティでいつでも売れます。一方で、デメリット参戦は次のとおりです。為替手数料がかかる。片道で1ドルあたり6000から2 5 0程度かかります。信託報酬がかかる。0.7%から1%程度の信託報酬がかかります。元本保証ではない。 元本の安全性は高いですが、保証はありません。また、為替により元本の円建て評価額は変動します。外貨建て MMF の使いどころは、主に余剰資金の一時的な置き場所です。デートレードのように短期で売買する対象ではないですし、3年、5年と長期で投資するようなものでもありません。数ヶ月から1年ぐらいを目安に遊ばせておくのがもったいないお金を置くところです。 外国株の分配金をそのままドルで置いておくのではなく MMF にしたり、外国株の買い付け資金を円からドルに変えて MMF にしておいたりっていった感じで使えますね。金利が高くなってくると MMF や債券などに少しずつ旨まみが出てきますね。マネーリテラシーの低い人にとっては外貨といえば銀行での外貨預金です。見えないところでどれだけ手数料をぼったくられているか気づけないんですね。 一方、マネーリテラシーの高い人は、外貨建て MMF を買ったり、FX を使ってレバレッジ1倍で外貨預金のようなポジションを作ったりっていう感じで、より賢い選択をします。FX で外貨預金よりお得に、外貨預金のようなポジションを作る方法については過去動画で解説しているので、興味のある人は見てください。絶対あかん3つの理由。超円安で金利3%から5%ほどのドル預金に人気殺到中。でも、この動画ですね。 外貨建て m、MM、MF は SBI 証券や楽天証券などのネット証券でお手軽に買えます。ちなみに買えるファンドは証券会社によって異なります。リスク管理の意味でも選択肢を増やすという意味でも証券口座を2つ持っておくことは悪いことではありません。証券口座を解説したい人はいつものようにこの動画の概要欄に口座解説の申し込みリンクを貼っておくのでぜひご活用ください。今の時代はネット証券口座さえあれば有料な金融商品は大体買えますからね。 現代の富の貯蔵庫は金庫や銀行口座ではなく証券口座です。しっかり準備しておきましょう。以上を参考になれば嬉しいです。オンラインコミュニティリベシティも運営しています。お金の教養を深められる日本最大級のコミュニティです。リベシティ限定で配信している人気コンテンツ学長マガジンでは学長の投資家仲間との会話の様子や後輩投下部の銘柄解説など皆さんの資産アップにつながる生きた情報を発信しています。興味のある方はぜひ覗きに来てください。 今日が人生で一番若い日です。学べば学ぶほどお得で賢い選択ができるようになるのがお金の世界です。今日学んだような知識を10、100と積み上げていった先にお金持ちの世界があります。というわけでこれからもしっかり学んで行動して <music> ジェイネの道を歩んでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございましたお金の知識は人生の武器学ぼうそれでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい <music>